クティカルっていうのは、日本語でですね、戦術という意味があります。日頃ね、練習している中でコーチングどうしたらいいのかなとか、バックパスもらった時どうしたらいいのかな、シュート止める時どんなところ立ってたらいいのかな、どうやって前に出る出ないの判断していくのかなっていうような、まあ、スキル、飛んだりとかキャッチングしたりとかっていうよりはどちらかというと、試合でねより使えるような戦術っていうところをメインにねやるようなキャンプになってます。またですね、180度の AI カメラですね使ってですね、みんなのプレーを全部録画をしますので、練習後にですね自分だけのフィードバック動画をゲットできるチャンスもあります。次の時に関しても、自分は下がるけどここスペース誰がケアするのね、裏でどっちにも出せちゃうよっていう状況になると厳しいです。2つ目がですね、こちら、これは福岡ゴールキーパースクールのスペシャルクラスでしか使わない GPS の、機材になってます。これプロの選手とかが背中に入れて、まあ、走行距離とかを測ったりする機材になるんですけれども、今ここに出ている画面のようにですね、トップスピード、いわゆる走る速さがどうだったのか、個人的にこういうふうにね、データにして、お渡しすることもできます。